正田彩子は大阪府水田市出身の女子アマチュアレスリング選手。階級は 59kg 級。京都府立網野高校を卒業。2009年以後は京都府立網野高校で体育科の教員を務めている。母校である京都府立網野高校1981年に大阪府水田市に生まれた。少年少女クラブとしては名門とされる。 水田市民レスリング教室出身であり、レスリングを始めたのは6歳の時である。中学3年までは習い事感覚だったというが、1995年と1996年には全国中学生レスリング選手権大会で2連覇を果たした。中学3年生の時には海外遠征に参加した。その後京都府北部の京都府立上野の高校に進学した。 京都府立網野高校レスリング部の同学年には、伊調千春もおり、伊調千春らと練習を積んだ。1998年には全日本、ジュニアレスリング選手権、大会 58kg 級で優勝し、またで、全日本女子レスリング選手権、大会 62kg 級でも優勝した。1998年には、レスリング世界選手権こそ出場していないものの、 世界女子ジュニア選手権の 58kg 級で3位、アジア女子国際トーナメントの 62kg 級で2位となっている。1999年3月には、ジャパンクイーンズカップの 62kg 級で優勝し、高校3年生だった1999年には、1999年レスリング世界選手権の 62kg 級で優勝した。 この時の正田は17歳10ヶ月であり、現行ルール下では大会史上最年少優勝者である。京都府立網野高校卒業後、東洋大学通信教育部日本文学文化学科に進学したものの、網野町を離れずに網野高校で練習する道を選んだ。両親には網野町に残ることを反対されたという。リラックスする手段として、 日本海を訪れることがあり、夏季には練習後にそのまま海に入ることもあるという。自動車免許取得後には、泣き砂で知られる小飛木浜まで足を運ぶこともあった。網の市街地を歩くとあちこちで声をかけられるといい、人情味の厚い中で育ててもらった。網のが大好きですと話す。2000年には、レスリングアジア選手権の 62kg 級と、 世界女子ジュニア選手権で優勝し、2001年にもアジア選手権の 62kg 級で優勝した。しかし、右肩の脱臼癖が悪化したことで、2001年9月には右肩の手術を行った。また、63kg 級でイチョウ・カオルが対等したこともあって、世界選手権や2004年アテネオリンピックへの代表を逃した。 アミノ高校で練習を続ける傍らで、2005年にはジャパンビバレッジに入社した。2005年には 59kg 級に階級を下げると、ジャパンクイーンズカップの 59kg 級で優勝し、レスリングワールドカップでも優勝した。トルコで開催されたユニバーシアードの 59kg 級でも優勝し、世界選手権の 59kg 級では1999年。 以来6年ぶり2回目の優勝を果たした。2006年には、レスリングアジア選手権の 63kg 級でも優勝し、同年の世界選手権では 59kg 級でに連覇を果たした。2006年10月25日には、京都府スポーツ賞特別栄誉賞を受賞した。網野高校卒業後も網野高校で練習を行うことがあり、男子部員と組むこともあるという。 2007年には、翌年の北京オリンピックのために正式に 63kg 級に階級を戻した。同年1月の全日本選手権では、カオ薫に敗れて、準優勝。同年のジャパンビバレッジクイーンズカップでもやはり、カオ薫に敗れて、準優勝だった。同年には 59kg 級で、世界選手権に出場したが、3回戦敗退に終わっている。 この大会の 63kg 級では、一丁カオルが優勝して、北京オリンピックの代表に決定し、ショ六十三の 63kg 級でのオリンピック出場はなくなった。北京オリンピックの出場権を得るために、2008年1月の全日本選手権では、本来の 59kg 級から一気に3階級も、上げて 72kg 級に出場したが、浜口京子に乾杯して、 オリンピック出場はならなかった。2008年10月に東京で開催された世界選手権には元々の 59kg 級で出場して4度目の優勝を果たした。2009年、京産腰スポーツ特別栄誉賞を受賞した。2010年の世界選手権では5 9キロメートル級で3位となり、この大会後に第一戦を退いたが、その後も全日本社会人、 レスリング選手権大会などには出場を続けている。2009年4月には京都府のスペシャリスト特別選考枠によって母校の体育課の教員となり、レスリング部で顧問として指導に当たっている。現役期間を通じて伊調ルと激しいライバル関係にあったが、2012年に伊調ルがロンドンオリンピックに出場した際にはロンドンを訪れて声援を送った。 また、2018年に、伊調ルが全日本女子オープン選手権に出場した際には、練習相手を買って出て、伊調ルの優勝に協力した。翔太が社会人の大会に出場する際には、伊調ルが応援に来てくれたこともあったという。2018年10月19日、世界レスリング連合による、世界レスリング連合伝道を受賞した。日本人としては9人目であり、 日本人女子としては3人目である。2020年東京オリンピックの聖火リレー奏者に選ばれている。ありがとうございます。